もピオキングです。今日もですねトロールコースやっていきますか。で今日のトロールコース、これリスナーさんが教えてくれたんですけど、なんとですね僕が今までやってきた全てのトロールコースを上回るほどのコースらしいんですよ。めちゃくちゃすごいらしいですこのコース、まあ、どう何がすごいのかっていうのは僕まだわかんないんですけど、とりあえずね今までやってきたトロールコースちっぽけに覚えてくるらしいですよこのコース。これはやっていくしかないなと思いまして、早速ですけどやっていきますか。クリア率はね 1% 切ってるから結構難しいと思うんですよね。マリオコミットキッタイ V36、 これ鍵を集める感じかな、多分そんな感じでしょう。あ、初見殺しがない。いやちょっと待ってちょっと待ってよ、一気アップだったじゃんか。毒沼からなんで変化してんだよ。ねえほらキノコじゃん。で急にねなんかこのメカクッパクラウンだったっけ、あれに変わってるんですよ。これ左なんかあるパターンかな、ちょっと登ってみる。いやなんかねそんなにすごいコースだったら罠に逆に引っかかりたい気持ちもあるんですけどね。これはえこれはいけいくね、いけるのこれ。いやいけへんやんか。えどうやっていくんだろう。これあれだね、メカクッパだったっけ、この子踏んで上に行く感じだね。ボキャーン、いや合ってた合ってた絶対合ってた、この上まで合ってた。あちょっと待って、ここで一旦下に置けよっか、そして上に行く感じじゃないの、こっちかな。これはなんて書いてるんだろう、読めないで。うわ待って、この Wii のギャラクシーの音楽もねだいたいやべえやつなんだが、このドアあります、大丈夫？あれ？ゴールはさしてくれないよね、ここでゴールはないよね、絶対ない。いややっぱりそういう感じだよね。じゃああのキノコの中入ってみよっか、この中入りますね、多分ここがキノコが出る、よしでジャンプ、なんでそうくんだよこのキノコもなんか出しておいてすぐ右に行くみたいな、多分そんな感じと思う。あとでこのねあの羽の生えたキノコいると思う。そんでここはどうしよう、オンオフをしてすぐに追いかけましょう。いやーいや多分合ってたと思う合ってたよ、多分このキノコは絶対いるはず。でここでオンオフして一旦左に避けてこう、そんで右に行って、あ待って、どうしてここでキノコ取れるのか。うわこれは左と見せかけて多分右だね、やってみる。はい、イエーイじゃねえんだよ。あ待って待って、このキノコ、いやチーズった、しゃがんで左に行こう、そしてキノコが出てくる、で右に行く。いや今日冴えてるね、ゆうちゃん冴えてるよ今日。で中間ポイントゲットで、あここピークコインをどんどん取っていくパターンだね。で1個取ったんでこれはどうすればいい、右を叩きます、右を剣で刺します、そしたらなんか出ろよ。じゃあ左は、えじゃあどうすりゃいいのこれ。あ爆弾で今引っかかった、これも、いや引っかかってないね、好きなところを選べ的な感じか。キノコを下からバブルで、デカキノコのつららってあるんだよね、下から順に行こっか、多分ここはキノコに関係するステージだと思うんですよね。でここは何もしない、いや右、これで合ってた、いや絶対合ってたよここ。あれ登れんくないですか、あーなるほど、いや左間に合わなかったいや絶対ここ左押しっぱのところやんか、あいや危な、ナイス反射神経いや合ってたんだねこっちで、反射神経がすごすぎて自分で思うけど、でここでいやそんじゃここは鉄球出して左に逃げよっか、ここに逃げます、これで大丈夫だね、で右下行こう、でここはアンテナ叩こっかな、どうしよう、叩いてみます、なんか出るんだ、ほーらちょっと、いや待って左、あ左でよかったの、てっきりさあの3スキンだったっけ、あれでモテると勘違いして左に投げたら、あの案の定正解でよかったね、左左なー金魚じゃあここ上のアイテム餌だったね、なんで何もしないでここ金魚出しておこっか、何がしたいんだ俺はじゃあここも金魚出さないで、このまま右に行ってアイテムいるのかな、このまんまジャンプしてみる、でどうなる、うわ怖え怖え、右に逃げよう、ここに逃げます、ナイスありがてえ、でここで鍵で入って多分
インゲット。なるほど、こういう感じでどんどんね、あのピンクコイン集めていく感じだね。それじゃあ次このバブルのとこ行こっか。で、うわ怖え、ちょなんだ今の速さは。じゃあここすぐ右上に逃げます。ここ逃げよ、はいやあんな速いの見たことある？みんな絶対ないでしょ。じゃあここは左、左をしっぱで、あれ、あっ、でで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 、いや、やれよやれよ金魚、こっちに来いよ早く。またどうせすり抜けるパターンでしょ。で、そういえばあれじゃない、あの学生のみんなはさ、もう夏休み入ったんじゃない？まだ入ってないのかな。それじゃあここはもう右にダッシュしよう、右にダッシュしよう。はいはい、あ、待って今ちょっと危ねえまあなんとか抜けました。でここで右に行きますか。今なんか出たね、なんか落としなかった？あ、待って、これキノコいる、キノコいる。なんとこ行ってんの。なるほど、ここに寄っとかないけん感じか。あ、あんじゃねえんだよそれじゃあここはキノコ出して左に折っとけばいい感じでしょ。ここでしょ、ここでいい。なんかドッスンがすげえ怖いんだけど、あれなんかしてくるでしょ最後に。絶対大丈夫でここは左押しておく。逆に普通みんな右行くでしょ、ここ下行って。左僕押しておきますね。あ、え、なんだこれはそれじゃあ次はもう右をしっぱでいくよ。ここでジャンプして右をしっぱ、なんで違うんだよいや待って、ここの行き方が分かんない、マジで。ジャンプ連打でいいのかな。ね、ジャンプ連打してみる。ジャンプした瞬間ジャンプするね。はい、あー、もう無理あ、どうかして生きられない、ここ。あ、なんか上にさ、左押しっぱって書いてるね。じゃあここ左押しっぱするよ。ジャンプして左押しっぱしますね。はい、なんでそういけんの。え、すごいね。で、ジャンプしてここも渡っていける。オッケーオッケー。いや、どうしよう。ここは一旦この辺でジャンプしとこう。なんか出る、コインなんか出たけど、コインか。いや怖い、なんか怖いよ。大丈夫、このまま右行ってみる。あの、パンを押さんで右に行ってみるね。ほりゃー、いや、正解じゃないんですか、こっちは。ほら、来た、あー、違ういや、合ってるかもしんない。まだ、望みは捨てないでおこう。ほら、ピンポン言われてる。で、このまま左行って、で、ここでパンが発動して、なんだこれは待って、鍵は、鍵取らせてよ。え、ピンクコイン取れないの？取れてねえんだってパフパフされたけど取れてねえんだって。もう一回やり直しかな、これ。いや、絶対そうだね。待って待って、さっきと違う、さっきと違うやんかどっすいたよね、あれ、さっきいたよね。ちょ待って、マジわかんない、ここの謎が。キノコ取るまではいいんだよ。キノコ取って、ここもね、さっきパウブロックを発動しないで行ったじゃん。今度ちょっと発動してみる。そしたらピンクブロック、ピンクブロックじゃねえ、ビッグコイン取れるかもしれない。なあ、ここでジャンプしてみる。なるほど、これでいいのか。あ、待って、うわ、よくねえ、よくないね。あ、降りると、あ、これでいいんじゃないの。あ、そういうことね。あ、ちくわブロックになってんのか。なるほど。で、このまま上に行って正解と。あ、こういうことだったか。いや、わかんない、これは。非常に素晴らしい。もう拍手せざるを得ませんね、このコース。じゃあ次は、下から3番目のコース行きますか。ここだね。デカキノコ。結構難しそうだよ、デカキノコって。いろんなギミックあるからね。いや、待って、いるちょっと本気出すために今全部抜いてきた。で、ここでキノコ取るでしょ。キノコ取って上、オッケー。そしてどうしよう、右かな、右行くしかない。あ、このデカキノコいるんじゃないの。いらんねー待って、これいらんくせ、これ右行ったらやられるやつでしょ。で、じゃあここすぐ右に行こっか。こう、
オッケー。あのデカキノコは取ったらまずいと思う。まずいよねきっと。あれ罠だよね。あれちっちゃくならないけんの。あ、左上の針でちっちゃくならないけんのか。じゃあここでキノコ取って左の針に当たってこっから行く。多分これでいい感じだね。で右、これ掴まれる。ちょっと捕まりたかったな。でここ、あ、 USA キノコあるね。なんかいろんなキノコがあるねこのステージ。いろんなキノコを駆使しながら行くみたいな感じ。うわ待って、離すなってそんなところで。ブランコこっちに来いよブランコ。やっぱりここあれだね、 USA キノコでパワーブロックであのブラッパ倒さないけん感じだね。うわ、どのタイミングで離すんだろう。このタイミング、いや間に合え、やったぜここ雲抜いていいのかな。なんか抜いた方がいいかもしんないね。うわそんなことしてんだなんなんだいつも。ちょっと仲良くしようぜ。よし、それじゃあここキノコを取って、もう抜かない、雲は抜かない。そしてこのパワーブロックを投げましょう。いや、どこに行くのえ、ドクロキノコ、あ、ドクロキノコじゃねえ、このドクロコースはなくならないの。いや、なくなんないよね。こっちが正解みたいな感じはそらないよね。またこれ地味に難けえな。そしてやられるの。だいたい最近さ、コメントでさ、ビオキングド M って溢れすぎなんだよなんだド M、 ド M って。ド M じゃねえぞ。たまにはね、 S っ気なところも出してみようか。いくよ、 S っ気なところ出すよ。ちょっと待ってね。あ、ちょっ、違う違うんだってこれは違う、単なるド M じゃねえかこれ。コメント欄はもういいことで溢れさせようぜ。ピオキングさんマジイケボーみたいなマジイケボーでかっこいいんだけどみたいな。ちょっと待ってね、ここはやっぱりジャンプしてすぐ左に逃げた方がいいね。こうで下に降りてジャンプで、ここでパワーブロックを投げます。うわ、ここは降りていいのかな。左を失敗で降ります。ここだけ正解。いや大丈夫だね。右行ってリンク取らないけん。いや、リンクこれは取らざるを得ないね。取って一旦左に投げよっか何がしたかったんだろう。これは右に投げるね一回。いや、右に投げきっても意味ないか。当たってジャンプするしかないか。でここは上に行こう。うわー、見た今の回避能力、避けたよ。ちょっと貫通しましたけど。じゃあここでカロン乗って、カロン乗ってすぐジャンプしよう。ほいほい、オッケー。でここは Z でいいのかな。一番右から行ってみるね。はい、オッケー。で、あー、合ってる合ってる。これは左罠でしかないね。うん、ここ罠でしかないんで絶対こっち戻ってこれもんね、足場があるから。じゃあここは下に降りてジャンプしよう。ボム兵に引っかかると思います。はい、いや待って、キノコいる。あ、いらないパターンですかこれ。あ、いらんパターンだね。避けれたんじゃない結果的に。オッケー、来た。で中間ポイント、よし、ラストだね。一番上つららのコース行きましょう。これは結果的に大丈夫だったみたいな。ほらほら、で左に行く。いや、左、左に行かせてよ、左に行かせてよ。すぐジャンプして左に行こう。こう、多分ハリケーンが出る前にね、行かなきゃいけない。なんか出てきてるよ、ほら、でっかいカロンが出てきてるんですけど、ここは一キャップ取ろう。一キャップ取ってジャンプして何が起きた今。それじゃあここジャンプ連打してみよっか。ジャンプ連打します。こう、いや、オッケー。でここ上は、上は何もないね。うるせえ、あのクッパクラウンジュニア、早く左に行こう。じゃあここドッスン、どうしてくる、ドッスンは。いやー、こう逃げよう。オッケー、いやー左下に逃げよう。じゃあここはジャンプして左下にすぐ逃げる。ここで大丈夫。左上のキノコがね、めちゃくちゃ気になるんですけどね、あれ罠と思うんだよね。でここはなんか爆発しそうじゃない、ここ。それが罠と見せかけて、あ、合ってる合ってる。でここでメットを取って、あー、どういうことこれ。いや、これジャンプしたら多分ね、キノコ取って下に落ちると思うんだよな。なんで一旦こっち行ってみよう。で下、
あ、ダメだね。じゃあここはギリギリでダメだ。じゃあここメット出してすぐ取って逃げよう。でこのまま右、いや多分これでラストのコインは取れたと思う。来た、ほら、いやもうゴールだよ。最後に罠はあるんでしょうか。まあ、こんだけ凝ったコースだったらね、多分あると思うんだよな。さあラストのコース入っていきましょう。うわどんな感じ、楽しみだね。さてファイヤーボールにね強制的にねされたんですけど、キーです。え、マジで、え、この鍵取ったらダメみたいな感じ。あ、左行こう。多分この左行かなきゃいけん。で下に行って、え、何これ、中間ポイント取るよ。あ、で、なんか新しいとこ行けるね。ドアに入りましょう。あ、いや行ける行ける、これはゴールできるよ。上は行けるのかな。はい、あ、待って、え、なんですかこれ、ちょっと大砲が邪魔なんですけど。またお前かー。いや待って、さっきと違うかもしんない。あれは多分ね、やられること必須だと思うんですよね。だって行けんもん。なんでここ左行ったら何かが変わってると思う。そうしないと僕の精神が持ちません。頼む頼む、何かあって、なんで何もないの。どうすりゃいいのここ、ねえどうすりゃいいの。え、もう一回一番上行ってみる。頼む、なんか変わってて、変わってる、なんかさっきと違うね。2回目突入みたいな感じ、ここ。もう一回なんかさっきと違うステージをやり込まないけん感じですか、ここ。じゃあここは右右右、そうここで合ってるね。出すよ、出しますよ、いつもの僕の決まり文句。いいんですか、全然さっきと違うやんかー。それじゃあここは右寄ってよかったね。右寄って、左はあれリンクが隠されてたのよ。うまいなこれにリンク隠すので、左ちょっと。マジで全然違うんですけど、これ喉潰れるよ。それじゃあここジャンプしてコマンド何もせんね、右も左もしない。いや、これでいけるんだね。そしてここ絶対さっきと違うよね。さっき甲羅飛んできたもんね。一応そのあれで、オッケー、待って戻ってくんなって。それじゃあここ戻ってくるあれに気をつけよう。トゲソウにジャンプ、そしてもう一回ジャンプで、もう大丈夫、ジャンプオッケー。いや3回もあれしたんだね、戻ってきたんだね、おかえり。じゃあここはジャンプして鉄球でしょ、ここもう一回下に逃げとこっか。あ、これはこのまんまで合ってたんだね。でここも多分ね、アイテム出さなくちゃいけないと思うんだよね。で今度は右蹴ろっか、多分左罠だね。さっきと違うでしょきっと。もしかしたらさ、こっから先同じかもしんないね。作るのもめんどくさくなったんじゃない。金魚ー、それじゃあここは金魚に気をつけていきます。降ってくる、オッケー。で毒沼かぶってんのか、危ないねあの金魚。じゃあこのまま右行って、さっきここでも金魚出たもんね。なんでジャンプ線で行くね。でここは左押しっぱで行く、ジャンプして左押しっぱ。うわ、ここはさっきここだったよね。じゃあ今度左、こっちで合ってる。ここに追っておく、オッケー。で鍵を手に入れて、待ってこれあと5回せないけんの、これきつくない。あ、なんか下になってる、ほらさっきもこんなんだったっけ。さっき左上の土管だったよね。あ、で今度なんかね、左の青の土管入るようになってんだよね。期待させんな。それじゃあ次はこのパブロの方向行こっか。でさっきと同じことしてみるよ一回。でここで、あっちー、ここに追っておきます。左上に行くんでしょ、で右上に行こう。あ、左下からも出てきたのよ。またさっきと同じだったら右に行かなきゃいけない。いやちょっと、ちょっとこれは取ります。うわ、このキノコ絶対いるやつやん。とりあえずこの音符ブロック踏もっか。うわ、やっぱ何も意味ないもんね。それじゃあここずっと右にダッシュしていこう。でここら辺にキノコが出てくる、でこのまま右行って、いやここは渡ろっか、渡って何もしないでおこう、何もしない、あえて
オッケー。それじゃあここ左おしっぱだね。左おしっぱしてジャンプ、いやうまい。でここでつららに当たってもう一回右に行くと。これさっきと一緒だったらこのパウは絶対叩かない方がいいと思うんだよね。なんでここをジャンプして行こう。なんかキラキラ光ってない？今見た、ほらキラキラ光ってるよ。じゃあここピンクコインがある証拠だね。はい、なんだすや何やったのよ今。それじゃあ次はこのパウブロックの方行ってみる。こっち正解なのかな。うわ正解じゃんか。でこのままどっち上に行っていい、ここ。うわ多分後ろにブラッパかなんか隠してたんだろうねきっと。それじゃあ次は下から3つ目のデカキノコか。なんかささっきのあの1回目にした時よりも2周目にやる方がめっちゃなんか難しく感じない？罠の引っかかり具合もねそっちの方がめちゃくちゃ多い気がするんだよね。いやー、じゃあここ入ってすぐジャンプします。こうオッケーでこっちオッケーで右に行ってこのまま、いや待ってこれはいる、いやいらないいらない、確かちっちゃかったもんね。ほらオッケーオッケーオッケー。ここなんかあるのかな。なんもないね。でさっきと一緒であればこの USA キノコを取るんですけど、ブラパがあいるね。じゃあ取る方向で行こっか。これは多分取らなきゃいけないっぽい。いやここは何もしないで右に寄っとけばよかったね。ね、でこう右に寄ってここで取ろう。でうわここ怪しい、さっきドクロコースター出てきたんですけど、左オッケー、ここは合ってたね。で倒す、で右に行こう。ここまではあれ、うっそファイヤー取らない、いけんの。さっきと全部違う方向を考えてみよう。多分それでいけると思うんだよね。ここはまずすぐ投げる、そしてキノコを取る、これは取っていい、そして下に降りれる。あ、そういう落ち方なんだね。じゃあここで下降りてさっきと違う方向で考えなきゃいけないからね。でここでジャンプで、これはどうしよう。いやー待って、わここは合ってたんだ。でここはジャンプしないでいい、絶対しないでいい、このままでいい。ほーら見て、さっきと違う方向で考えれば余裕だね。あれここは右下かな。右下せっかくなんで行ってみるね。多分いけるっしょ。うわやべえ、これ左戻れる、あ戻れるね、よかったよかった。じゃあここジャンプしていこっか、一番左から行きます。オッケー。で、あの50コインは多分ダメだよね、やっぱここはね変わらずダメと思う。でここさっきジャンプしたけど今回ジャンプ戦でいく、それ以外いける、さっきと同じランカーい。じゃあここ一旦ジャンプして左逃げる、これでいい、そして落ちる、オッケー。いや待って、危ねえ危ねえ、うわよしよしよし、早く逃げようよし、あと1個、これ3周目ないよね。3周目あったらさすがに心折れるよ。さあラスト、つららのコースやってまいりました。ここもねさっきと違うと思う、下これ靴なのか、いや分からんよね。うわすごいね、床と一緒になってる。でここは右行ってジャンプ、いやあの声好きやわ。いやじゃあここは一旦カロン出させて右に避けるみたいな感じかな。で左に行く、あこれでいいんだね。でここは今度はドッス1匹になってるんだよね、つらら落とす。でドッス左ね、ジャンプオッケー。でここはなんだなんだこれは面白すぎでしょこれ。じゃあここをダッシュして抜けよう、多分これでよかったんでしょう。でさっきは左の方をメットが出てきたもんね、メット出てくる、いや待ってリンク、いやこのままちょっと行ってみよう。あーなるほど、リンク取ってこないけんのか。あのリンクを取ったらもう終わりじゃない、このコースの終わりが見えてきたね。頼むからね、あの3周目3周目だけはないでほしい。でリンクになってつららの方を渡ろっか、多分これでもうゴールなんじゃないんかな。いや多分そうだよ、よっしゃ、いやゴールだ、いや3周目は絶対ないと思う。さてうわ緊張する、うわどんなゴールなんだろうね。来ましたゴールで、会ってくれ。
よっしゃ、え、待って、嫌な予感しかしねえ。大丈夫、あ、キノコになったね。でもなんでいけるはず、確かブラッパが一回来るけどキノコ状態だから。で、右、やったぜ、うわーやだー、このワカメみたいなのくだれよ鍵取れる、鍵、鍵は、え、鍵は、鍵くれないの。うわ、一番下行ったらどうなってる。うわ、待って待って、ほら、優しい優しい、なんかさっきと違って、あ、いい方向にあれしてくれてる。でもこれどうやって行くの、これ積んだんじゃないんですかねえ、これは、あ、待って、3周目、これもしかして、いや違うよね、3周目じゃないよね、さすがに。大丈夫だよね、大丈夫、3周目、これなんかやらせようとしてきてない、なんか罠たちがこっちに向かって攻撃してきてない、なあ、3周目じゃねえか嫌だ嫌だ嫌だ嘘でしょ、鬼畜すぎない、絶対諦めねえよ、こんなもん余裕っていうことをね、見せつけてやりましょう、このトロール魂見せつけよう、ね、日本人のトロール魂、あの日本人はね、努力家なんですよ。ここは、どうしよう、ジャンプしよっか、多分メットが出てくるのは変わりない、なんだよそれどうした急に、じゃあここどうすりゃいいんだろうね、右、あ、右に行けるんだ、で、土管に入る、土管に入らないけんかった感じですか、これはね、え、大丈夫、こっちでいい、さっき右だったよね、右で2回成功してるんで、右、おお多分ここでしょ、で、右に鍵が出てくる、それじゃあここ金魚と敵よけなんでしょ、この辺でいいんじゃないかな、多分、で、鍵に入る、オッケー、これでやっぱ1個目だよね、あと何個取らないけんのこれ、あれ、ゴールじゃんか嬉しい、え、どこにゴールがあんの、ゴール見えんかったよね今、見て見て、47分ってめちゃくちゃかかってる、いやー本当に非常に素晴らしいコースでしたね、うん、あんまりね慣れてない方はですね、あのやらない方がいいかも、本当に精神がね持っていかれる、僕はねトロールに自信があるぞっていう方はですね、ぜひやってみてください。それじゃあ今日もご視聴ありがとうございました、この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします、そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております、最後までご視聴ありがとうございました、それじゃあまたね。